ナイト、背景。タルホーシ・コバッチには子供時代の記憶はあまりない。しかし、皮肉にも彼は、その数少ない記憶を一生追い続けることになった。子供の頃、村で耳にした人々が泣き叫ぶ声。母親に無理やり飲まされた薬のような黒くてドロドロとした液体。気を失って、硬い床の上に倒れたこと。そして、 共同墓地で大勢の死体の下に埋まった状態で目が覚めたことその時に聞こえた村が燃える音血まみれの死体を押しのけよじ登りようやく死体の山から抜け出した時死と破壊と沈黙に包まれた世界が待っていたこと途方もなく冷え切った沈黙そして得体の知れない物体の存在に気づいた時突然甲高い音が耳に響き 肌がチクチクク痛み出した。何が起きているのかは分からなかったが彼にはそれが痛みでも悲しみでも恐怖でもなかったそれは何か別の感情それは畏敬に似たものだった自分の周りで何が起きているのか理解しようとしていたタルホー氏は男たちが後ろから近づいていることに気づかなかったそして 抵抗する暇もなく馬車に乗せられ、他の奴隷たちと同じように小さな木の檻に入れられた。彼はただ、その光景に心を奪われ目を見張るだけだった。自分を揺らす馬車がイタリアに向かっていると告げられても、たる奉仕はただ木の割れ目から流れていく景色を見つめ、その胸は得体の知れない興奮に高鳴った。その日から、 タル奉仕はグラルディア・コンパニーヤの一員となり、カディール・ハカムの下で修行を積んだ。そこで、彼は武器の扱い方へ鎧の鍛造法、騎士道の掟など、自分の主人に忠実に使える術を学んだ。月日は流れたが、敵対心に溢れ、競争心の強い傭兵たちの中に友人と呼べる者をあたる奉仕にはできなかった。しかし、優れた技能と腕力、 知恵を持ち、怖いもの知らずの彼についていけば、戦場で勝利を味方につけ、いつの日か自由を手に入れられると信じる者が現れた。彼を支持した傭兵のうち、三人がたる星に永久の忠誠を誓った。それが忠実な三人として知られるようになる。彼の取り巻きだ。アレハンドロ・サンティアゴは、 グラルディア・コンパニアの鎧職人として修行を積んだ男だった。ジュルコス・マレセクは敵に忍び寄り、音を立てずにとどめを刺すことを得意とした。サンダー・ラウトは、体も力もたる方針に勝るとも劣らない大男で、巨大な扇風を愛用した。グラルディア・コンパニアが、妖艶のチェ舞台隊を送るたびにたる方針は勝利を重ねた。月日が経ち、 彼の手によって幾多の敵が葬られた。しかし、どんなに敵を殺しても、その惨状はタルホウが子供の頃村で経験したものに匹敵するものではなかった。その後、戦いでの勇気が認められたタルホウは、爵位を授かり、自由の身となった。ハンガリー出身の奴隷は解放され、彼の残虐な行為は報われたのだ。しかし、 彼の心は満たされないままだった。彼の心は、掴みどころのない、説明しがたい何かを欲していたのだ。自分よりも過当なものに従うことに嫌気がさしたタルホー氏は、グラルディア・コンパニオアを抜けて、独立した。しかし、軍団のリーダーは彼の取り巻きを解放することに同意しなかった。取り巻きの解放に必要な金貨を手に入れるため、 タルホー氏は裕福なイタリアの領主のために働くことにした雇い主はポルトスクーロ公のビットリオ・トスカーノ彼は世界中を旅する学者で謎に包まれた神秘家たちの秘密結社が隠したという古代の知識を集めていたタルホー氏はビットリオの探検隊に参加することになった探検隊は古代の学校にあった柱の一部を探していた ヴィットリオはその石が善悪を超越した完璧な世界を開く鍵だと信じその石を楽園の石と呼んでいた探検隊はフランスのローマ時代の遺跡を調査してからピレネー山脈を越えてスペインに入った後、ポルトガルの都市シントラにある地下墓地へとたどり着いた聖なる場所として崇められていた地下墓地に入って石を手に入れるためには タル法師はその入り口を守る村人たちを殺さなければならなかった。人を殺めたくないビットリオは、タル法師に別の方法を見つけるよう命じた。しかし、騎士道の名を借りて人々が殺された惨劇を体験していたタル法師は、見せかけの名誉だと、ビットリオの命令に背いた。タル法師はビットリオが野営地に戻るのを待ってから、 大きな時の声を上げながら地下墓地へと突進したそして行く手を阻む者を一人残らず切り倒し謎の石を手に入れたポルトスクールに戻ったタルホー氏はビットリオを地下牢に閉じ込め石に刻まれたシンボルの意味を教えるよう要求したビットリオがその要求を拒むとタルホー氏はビットリオの家族や友人を拷問し見せしめにその死体を村の通りに並べた しかし、何をされてもビットリオが石の秘密を明かすことはなかった。怒りに狂ったタルホー氏は、ビットリオの富を使って、小さな軍隊を編成した。タルホー氏は、数ヶ月のうちにグラルディア・コンパニアのもとへ軍を進め、その兵舎を破壊し、彼の取り巻きたちを解放した。そして、虫けらのように敵を切り倒し、彼らの正義でがんじがらめになった頭を並べて、 自分の勇気を証明した。そのうちに、隣国の領主たちがタルホーシュは悪の化身だと信じるようになり、ポルトスクールを悪から救うため、道徳的で高潔な軍隊を編成した。しかし、タルホーシュにとって漁師たちなど脅威ではなかった。彼にとって漁師たちは、法と規律と決まり事で自らの欲と、野心を覆い隠した臆病者に過ぎなかった。 そして、法と規律と決まり事は、闇から逃れるための手段。タル法師が無条件で受け入れた闇から逃れる手段に過ぎなかった。漁師たちが軍隊を進める中、タル法師は正当な罰として、ビットリオに死を与えるため、力をへと向かった。ビットリオに情けを見せる気など、みじんもなかった。小さな牢獄に入り、松明に照らされた通路の奥へと足を進めた。その時、 ビットリを殺せば、彼の秘密も永遠に葬られてしまうという思いが一瞬頭をよぎった。しかし同時に、その秘密が誰かの手に渡ることもなくなるだろう。タルホ方針にとってはそれだけで十分だった。そして、チカロの鍵を開け、扉を蹴り開けた。二歩足を進めると空っぽの牢屋に立っていた。周りをいくら見渡しても、そこにいるのは自分と大量のネズミだけだった。しばし、呆然とした後、 たる方子は灰の底から怒りの方向を上げた。するとその時、戦いの音が突如、町に響き渡った。彼はすぐさま力をから抜け出し、曲がりくねった階段を駆け上がり、月明かりに照らされた扉から飛び出した。そして、血と内臓が飛び交う血の海を突進し、次から次へと敵を切り倒した。道徳的で高潔な漁師たちは、 炎のついた岩や木の幹を町中に降らせ、家々を破裂し、村人を虫けらのように押しつぶし、地面を震わせ、干し草や木材の山に火をつけて、町を巨大な火の海に飲み込ませた。大虐殺と混沌の中で取り巻きの三人がたる法師と合流し、四人で一丸となって死の竜巻を引き起こした。その姿に、彼らの勇気が幸運をもたらしたという者も,もいれば、 別世界の何かが彼らを守っていたという者も,もいた。それが何であれ彼らは虫を踏みつぶすように、いとも簡単に何十人もの戦士を倒した。虐殺を続ける彼らの傍らで、倒された死体から奇妙な霧が立ち上がり、鎧をガタガタと揺らし始めた。たる報酬が気づいた時には、その霧で目の前が見えなくなっていた。 遠い昔、母に飲まされた液体のような色をした深い霧。タルホシはその霧の中をよろめきながら手探りで足を進め、方向の感覚が取れないまま仲間を探した。ほとんど混じり気のない暗闇の中で、どれだけ時間が経っただろう。突然霧が晴れて、瓦礫がくすぶり、腐敗した死体が散乱した村が姿を現した。 その幻想的な荒れ地の向こうには、崩れかけた巨大な塔が見えた。タルホー氏は感嘆して、その光景を見つめた。聞き覚えのある甲高い音が耳に響き、肌がチクチク痛み出した。彼の心がずっと探していたものがようやく見つかったのだ。タルホー氏は幸せに満ちて立ちすくんだ。ヴィットリアも、あの石も必要ではなかった。 彼自身で自分の楽園を見つけたのだ。彼は見つけたのだ。美と恐怖を。そして卓越した世界を。